こんにちは。今日はぶどうを描いていきたいと思います。それでは葉っぱから描いていきますね。今日の絵は後から輪郭を描いていくので、少し薄めの色になります。次はぶどうです。なるべくランダムに描きたいのですが、満たして描く方が難しいですね。次は枝です。つるも描きますね。葉っぱの葉脈を描いてから輪郭を描いていきます。まずは葉脈からです。これは0号の細い筆を使っています。そして葉っぱの輪郭です。ギリギリじゃなく、ちょっとはみ出したぐらいで描いていきますね。ここで葡萄のつるです。今日はぶどうも輪郭を描いていきたいと思います。これもすべてのぶどうじゃなく、適当に描いています。最後に落款をしてぶどうが描き上がりました。皆さんもお試しくださいね。